はい、こんにちは。レジャー木村です。ございます。今回ですね、ちょっと前回、以前上げました動画、 PCR 検査についての動画ですけれども、謝罪をさせていかないただかなきゃいけない事態になりました。深くお詫び申し上げます。謝罪の内容についてこれからお話します。請求書が来てしまいました。1万3100円というですね、金額がかかっている、こちらの、支払い、請求書ですね、支払い取扱表っていうのがございます。このような内容が来ましたですね。外来診療費納入についてのお願いということで、2020年5月31日までに納入してくださいますようお願い申し上げますという、そういう、封書をね、いただきました。以前私は、無料とお伝えしました。ところがこのように、費用が、かかってしまう。ましてや1万円以上という、1万3100円という私の、検査の内容の費用が、かかってしまうということでございました。本当に皆さん改めまして申し上げました。つきましては、この費用を払う前後ぐらいに、まあ多分要は今月中ですね、必ずもう今月中の方がいいと思いますんで、訂正を含めた動画、こちらを上げさせていただこうと思っております。今回っていうか前回ですね、上げた動画の再編集版っていうことなんで、ぜひともそちらを再度ご覧いただきまして、何があったのか、なんでこの謝罪をしなきゃいけなかったのかと全てまあお伝えできればとこのように思っております。はい、ということで、今回はこのような形で謝罪をさせていただきました。以後このようなことがないように努めますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。